にちは、まさ46494です。今回はですね、大谷翔平選手の右肘靭帯損傷について客観的な意見と自分の意見についてお話ししていきたいかなと思います。でですね、客観的な意見としてはちょっと調べて、毎日のように大谷選手が、先発は中6日とかで、あとはその合間に DH とか、守備はついてないかな、外野はついたのかな、 DH かな、ほぼで出場してて、ほとんど大体毎日ニュースとして報道されていて、ここでちょっと怪我してしまっているのって、DL 保証者リストだよね、に入っているので、だから DL だよね、入っているので、毎日ニュースだしてたのが、亡くなって、怪我のニュースが主になっているので、ちょっと残念だなって思う方が大半いらっしゃいますね。普通に心配の声が多いですね。大丈夫かなとか、初めての大リーグでの二刀流、日本で二刀流試して、ある程度できている段階で大リーグに行って、二刀流初めてやるという形で、2ヶ月経ってこの怪我になってしまって、その前のオープン戦は結構散々だったんですけど、それは試す段階で、そのオープン戦終わって、開幕してから、思っているより全然素晴らしい成績を残していて、今後どうなっていくかっていう形だったんですが、言われてますよね、前々から。待って、客観的な意見の話だよね。客観的な意見の、あれですね、走り込みが足りないって言ってる方もいらっしゃいますね。はい。それは専門家の方なので、何とも言えないんですが、はい。走り込んでると、は思うんですけどね。打者の中心の練習と、投手にとっての中心の練習っていうのが、野手専門の人は、そのための練習を24時間使えるんですけど、睡眠とか以外、1日使えるんですが、大谷選手の場合は野手の練習と投手の練習をしないといけないので、実質的半分しかできないっていうことですね。それはちょっと言われてはいますが、あとはあれですね、なんだっけ、右肘怪我して出るので投げられないけど、バッターとしては出場できるんじゃないだろうか、出場していいんだろうかみたいな話ですね。バッティングに関しては、サンデーモーニングでちょっと話をしてらっしゃった方もいらっしゃる通り、左打者なので右肘を使うと、でそこを意識してしまうので、治療してる段階で悪影響を及ぼすんじゃないかと、使ってしまうので、確かにリハビリ中にバッティングはちょっとどうなのかなっていう感じですね。そんな感じですね。客観的な意見としては、あとトミー・ジョン手術受けるのかどうかっていうお話ですね。どれぐらいの怪我なのかっていう。で、これから自分の気持ち、自分の意見なんですが、大谷選手は初めての試み、二刀流として投手野手両方やってっていう形で、誰もがやったことないことをやってるので、ある程度のダメージとかは来るとは思います。批判とかもそうだし、体の負担もそうですよね。人の2倍とは言わないですが、人よりは疲労は溜まっていくと、あと体格も、2メートルなかった、190何センチだっけ、でかい長身で体重もあると。なのでそれより小柄な人よりかは、体にかかる負担も大きいと。
まあ、あと直球も165キロマックス、投げるだけの球速を出す、筋肉とかですね、まあ、思いっきり使うので、まあ、思いっきり使って投げてるのかどうかはまあ定かではないんですが、まあ、消耗も激しいし、まあ、その分の反動が体にかかってくるという形もあると思うので、まあ、大変ですよね、やっぱり。まあ、それほどのポテンシャルがないと、まあ、二刀流とか、まあ、まず大リーグに行けないしっていうことですよね、ピッチャーとして、まあ、野手として。投手としてはもう5勝とかだったっけな。まあ、なんだろう、自分が思ってたより前半戦ですごい勝ってるし、防御率も3点台後半あたりだった気がするんで、ごめんなさい、今ちょっと見ますね。ですね、4勝1敗か、あ、でも 3.10 か、6月10日現在で防御率が 3.10 の4勝1敗で、奪三振も投球回数より取ってるので、まあ、三振取れてる形ですね。まあ、もう全然いいです。3点台後半だと思ってたけど、抑えてますね。193センチ、97キロなんですね。やっぱり、その体を、に耐えられるだけの筋肉というか、が、というところですね。まだ全然成長段階だと思います。23歳。で、打者としての成績が2割8分9厘の114打数の33安打の20打点6本塁打。6本塁打ですね。打ってると思います。素晴らしく。10勝10本塁打。可能なところまで来てるんじゃないかなっていう感覚ですよね。その、6月10日現在までの話では、ちょっとどうなのかなっていう話ですね。今後。で、ですね。まあ、自分の気持ちとしては、まあ、すごい、まあ、心配ですよね。右肘靭帯損傷、グレード2っていう話なんですが、1、2、3まであって、1だと、まだ、経過観察というか、っていう段階であって、3だと受けないといけないっていう段階の2なんですよね。2にしても、多分ある程度2マイナス2プラスどっちなのっていう感覚もあると思うんですけど、どうなんでしょうね。前に田中選手、ヤンキースのが、まあ、それになって手術は受けないで、今やろうとしてる注射ですよね、決勝の注射の、ですね、待ってください、PRP 注射と、幹細胞注射を受けて、まあ、ある程度休んで復活したっていう感覚ですよね。まずそれをやって3週間後にまた再検査と、まあ、その3週間の間は投げてはいけないと、まあ、打ってもいけないと思いますね、まあ、打たないと思うんですが3週間の間は。でですね、まあ、受けるか受けないかですね。トミー・ジョン手術。で、まあ、田中選手に関しても、それ待ってる間に、まあ、走り込むっていうことと、あと、投げ方、まあ、専門家じゃないので、投げ方については言えないんですけど、細かくの話。今の投げ方を続けていくと、またなってしまうっていうことですよね。また、日本にいる時でも、一回なったみたいなんですけど、まあ、その時も注射だったらしいんですけど、まあ、その投げ方でいるとなってしまう、また、今後なってしまうので、まあ、投げ方もちょっと変えていかないといけないということになってしまうと思うんですが、まあ、そこですよね、おそらく。投げ方変えてしまってどうなっていくかっていうことですね。まあ、大谷選手っていうのは結構コントロールがずば抜けていいっていうことではないので、まあ、速いストレートと、あと変化球ですね、スプリットで抑えていくと。田中選手はコントロールいい方ですよね。
請求がいい方なので変えてもよかったんですけど、まあ、変えた時にまたさらにコントロールの問題とか出てくると思うので、まあ、そこもちょっと難題なのかなとは思います。まずその、注射でよかった場合ですね、まあ、ただ打者としても出場できるので、まあ、そこはいろいろとカバーできていくのかなとは思うんですが、まあまあ、それ今の話は注射の話って注射で済む話で終わるんですが、もしトミー・ジョン手術を受けた場合なんですが、1年半ですね投げれなくなります。はい、リハビリのために。でその間に、バッターとしては出さないと監督は言ってらっしゃるので、まあ、1年半は出ないっていう感じになりますね。大リーグに行ってトミー・ジョン手術受けた方は松坂選手とあとダルビッシュ選手か、あと田澤選手も受けたのかな、は多いので、まあ、1年半長いですね。まあ、どうなるんですかね。まあ、今後その先ほど言いました投げ方変えるっていうところで、まあ、良くなっていけばいいですけど、またそれも悪くなって、また肘も悪くなってっていうと、まあ、ここで受けた方がいいのか悪いのかっていう、まあ、今後の野球人生の選択の一つになりますよね。まあ、痛い状態でずっと投げ続けられないとは思うので、もし本当に痛みがずっと続くようであれば受けると思うんですが、まあ、そのトミー・ジョン手術も、成功率が高い 90% とかなのかな。ただ、まあ、失敗の確率もあるので、ちょっと怖いですよね、やっぱり。メスを入れるのが。まあ、自分自身としては、手術とか受けたことないので、怖いですね、受けるとすると。なので、まあ、どうなんですかね。まあ、とりあえず3週間待ってみないとわからないので、まあ、予測の段階でしかお話しすることはできないのですが、守るしかないですよね。まあ気持ちとしては皆さんと同じように、まあ元気になって治ってまた、大活躍をしてくれるのを心待ちにして待っていたいと思います。はい、ということで今回は大谷翔平選手の、右肘靭帯損傷のことについて考えてみたという動画を出しました。はい、ということでよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。